さあ、美術の勉強を始めていきましょう。今日の授業はこちら、6時間目ですね。今日は遠近感を表す勉強をしましょう。評価のポイントはこちら。点描の評価は立体感と遠近感が重要な2つのキーワードです。さあ、それでは今日の授業、点描その2ですね。前回の続き、今日は遠近感を表していきます。今日の授業は遠くに見える球と近くに見える球を描く、つまり球体を複数個描くことになります。具体的に言うと、 A の球、 B の球、 C の球を、この3つの球体を描き分けることができれば B 評価です。そしてここまでできれば A 評価になっています。解説いってみましょう。まずこの A と B と C の球体、ほとんど同じ大きさに描いてはいるんですけど、どれが近くに見えますか、どれが遠くに見えますかって言われると、皆さんどう答えますか？ちょっと考えてみてください。さあ、考えましたか？おそらくはなんですが、 A が近くに見えると答えた人が多いんじゃないでしょうか。そして遠くに見えるというと、この C を選んだ人が多いんじゃないかと思います。ここで問題にしたいのは、なぜそう見えるのか、ここなんですよ。ということで、分析を皆さんしていきましょう。こちらの表を皆さん、手元のメモ用紙に簡単に書いてみてほしいんです。ちょっと時間を取ります。書いてみてください。さあ、書けましたかね。まずはこちら、濃さの行を見てほしいんです。A、B、C、それぞれの濃さに注目してほしいって言いたいんですよ。B の玉の濃さが普通だと考えるならば、A の玉はどうなっていますか？ C の玉はどうなっていますか？ちょっと書き込んでみてほしいんです。次、いきますよ。今度は、輪郭に注目してほしいんです。輪郭線の部分ですよね。B の球体の輪郭線ってどうなってますか？はっきり見えてますか？ぼんやり見えてますか？これを普通だと考えるならば、じゃあ A はどうなっているか、C はどうなっているか、これを書き込んでほしいんです。書けましたか？今度は明暗の差について見ていきましょう。明暗の差とはここですね。この球体の一番左上は最も明るくなっているじゃないですか。右下は最も暗くなっていますよね。つまり明るい部分と暗い部分がはっきりしているわけですね。ここでも B の球体の明暗の差が普通だと考えるんだったら、 A の球はどうなっているのか、 C の球はどうなっているのか、ここも書き込んでみてください。書き込めましたかね？答え言ってみたいと思います。いかがでしょうか？おそらく皆さんも同じような答えになったんじゃないでしょうか？言葉の違いはあっても、意味はほぼ一緒になったんじゃないかと思うんです。こうやって分析をすることで、近くに見える球体 A を書くためには、濃さは濃くすればいい。輪郭ははっきり書けばいい。明暗の差ははっきり書けばいい。一方で、遠くに見える球体 C を描くためには、濃さは薄く書けばいい。そして輪郭はぼんやり書けばいい。そして明暗の差はほぼない。つまり、点の量が変化してないわけですよね。こうやって書くと遠くに見える。それがわかるんですよ。仕組みがわかればあなたにもできます。さあ、先ほどの表をもとに皆さんもやってみてください。ただしなんですが、皆さん、遠近感を表す方法は他にも知ってるでしょ？つまり点描以外の方法ってことですよ。当然皆さん知ってると思いますが、一応確認をしておきましょう。まずヒントその1がこちらですよね。黄色の玉と青色の玉2つ描きました。皆さん、手前に見えるのは何色ですか？奥に見えるのは何色ですか？当然、黄色の方が手前に見えますよね。では、なぜそう見えるんですか？その答えがヒントその1なんですよ。ヒントその2、行ってみましょうか。今回も手前に見える球体は黄色ですよね。では、なぜ黄色が手前に見えるんでしょうか？
その理由がヒントその2なんですね。ヒントその1とヒントその2、こちらも使って今回は遠近感のある球体を書き分けてほしいんです。 B 評価の基準については教えることは以上です。続いて A 評価のことについてお話をいたしましょう。ここまで書くと A 評価でしたよね。ものすごく遠近感があるように見えるんですけど、その仕組みというのはこの地面にあるラインだと思うんです。まずはこのラインの描き方を教えましょう。よろしく頼むぞ。まずはこのように水平線を引くんですよ。この水平線、徐々に間隔が広まっているの分かりませんか？徐々に間隔を広げる感じで水平線を描いていくんです。例えば 0.5 センチ、1センチ、1.5 センチ、2センチ、2.5 センチという感じですよね。次にこのあたりに消失点という点を描いてください。こんなにでかくなくてもいいですよ。ちょんでいいですよ。そうすると今度は消失点からこのような放射線状の線を引いていってほしいんです。それができたら消失点とここの部分の放射線の線を消すんですよ。そして球体を配置するときは地平線に近いところには遠くの球体を配置します。この地平線から離れるほど近くの球体を配置していくんです。地平線とはこの赤いラインのことですよね。赤いラインに近ければ近いほど遠くの球、離れていけば行くほど近くの球を配置するということです。最後、このように影を描くとさらに雰囲気が出ます。今回は球体が浮いたような感じに影を描いたんですけど、地面に置いた感じにすることもできるので、興味あったらやってみてください。ところで先ほど私は、地平線に近いほど遠くの球を描きなさい、地平線から離れるほど手前、近くの球を描きなさいと言ったんですが、なぜそう話したかという理由をお話ししましょう。こちら見てほしいんです。ここに今アマビエがいますよね。そしてこのアマビエは手前、つまり私たちの近くにいるじゃないですか。じゃあこのアマビエが画面の奥、つまり遠くに行くとどうなるかというと、こうなるわけですよ。こうすると画面の奥に行ったことになるでしょ。そうするとほら、地平線に近づいたことになりますよね。もう一度やってみましょう。手前にいるということは地平線から離れているんです。遠くに行くということは地平線に近づくということなんです。この理屈皆さん理解できます？さあ、それではギア上げていきましょう。今回なんですけど、こちらの表埋めたじゃないですか。それは遠近感という視点で濃さはどうなっているのか、輪郭はどうなっているのか、明暗の差はどうなっているのかって考えましたよね。じゃあ重さっていう視点で考えてみた時に、重く見える球体の濃さはどうなっているのか、輪郭はどうなっているのか、あるいは硬さという視点で見た時に、硬く見える球体は濃さはどうなっているのか、輪郭はどうなっているのかっていう風にこの表を埋めていけば、このような質感が表現できるんです。質感とは何かというと、例えば中央に手がありますよね。この手というのは柔らかく見えると思うんです。一方で左上の方には楽器の一部が見えるじゃないですか。この楽器というのは手に比べると硬い印象があると思うんですよね。このように質感というのは柔らかさとか重さのことなんです。ここまで表現できると素晴らしい作品になるので、皆さん発展学習としてこの表も取り組んでみてほしいと思います。さあ、まとめいってみましょう。今日の授業は遠近感を表すという授業でした。今日の B 評価は A と B と C の球体を書き分けるということですね。そして A 評価はここまで遠近感を表すということ。遠近感の表し方はこの表を参考にしてください。そしてこちらのヒントその1とヒントその2。この二つも使って書いてみてくださいね。遠近感を表すときには、この地平線が重要なポイントになります。そして発展学習として、重さや硬さという視点でこの表を考えてみると、遠近感だけではなく、このような質感も表現できるようになります。そして今日の授業、遠近感が現れていれば現れているほど評価は高くなるので、頑張って取り組んでみてくださいね。さて、次回の授業はいよいよ下絵完成の授業です。一学期の期末テストみたいなものになるので、精一杯取り組んでみてください。そして今日の授業を通して、皆さんの下絵をグレードアップしてほしいんです。ポイントはこちら。
皆さんの下絵の中で手前に配置するものは大きく、そして遠くに配置するものは小さく描いてください。こうすることで遠近感がより現れるでしょ。そして丸2番、重ねることによって遠近感を出すことができるので、こちらも手直しをしてみてください。3つ目、地平線があると遠近感が表しやすくなります。4つ目、地平線に近づけば近づくほど遠くに見えるし、離れれば離れるほど近くに見えるので、こちらもぜひ下絵に取り入れてみてください。最終的な作品の評価として立体感と遠近感を重視しています。しかしこの遠近感は点描の技法だけではなく、下絵の段階から工夫することが大きなポイントです。それでは皆さん頑張ってやってください。